オリン・エラスタス・フリーマンはアメリカの写真家、商人。1860年に日本で最初の写真スタジオを開設した。1830年、ボストンに生まれる。父親は大工、祖父は医師、祖,祖父はニューハンプシャーの裁判所判事。酒場の店主をしていたが、弟が中国でビジネスに成功したため、自らも中国に行く決心をし、 母ともう一人の弟と共に1859年3月、上海に到着。この時、アンブロタイプのカメラを持っていた。理由は不明だが、最初は、上海ではなく内陸の蘇州市に、写真スタジオを開いたが、流行らなかったようで1859年7月には、スタジオを上海に移した。ここではそこそこ成功したようだが、1860年の初め頃には、 横浜に移り、日本で最初の写真スタジオを開業した。開業して一年も経たないうちに、フリーマンの元に、うか玉川が訪れた。うかは、フリーマンから写真術を学ぶとともに、機材、スタジオ一式を買い取り、日本で最初の職業写真家となった。その後は、写真の仕事から離れたが、横浜で商人として、成功を収めた。しかし、 1866年には突然麻痺に襲われて死亡し、横浜の外国人墓地22区に埋葬された。所有していた横浜の不動産は遺言で二人の兄弟に残された。ありがとうございます。